煮草を買って、今度は細かく細かく刻んでますか、クマも。もしかして皆さん見えますか、クマも早蹴りしてますね。いや早い、さすがクマも。はいはい、そしてそのはい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 細かく、さらに細かくしてますか、もしかしなくても。ほう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 、コマどうやどうやどうやしてます。あ、違う、あ、太陽の光を感じてるんですね。あ、なるほど、天日干し、あ、イグサを天日干ししているんですね。ほうほうほう、あ、何ですか、時間ですか。今の時間は11時6分ですね、クマも。ほうほうほう、あ、時間がもしかしなくても経過してますか。あ、1周2周、あ、3周はどんどん回ってます。あ、どん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 回ってますね、クマも。めちゃめちゃ時間かかりますね、そのイグサのやつ。はい、できた、あ、できました、あ、よかったです。はい、そしてそこから、はあはあ、あ、何か持ってきましたね。いや、クマモンの大きい背中に隠れて、お姉さん見えないですよね。あ、見えました、ごめんなさいね、お友達。はいはいはい、あ、もしかしなくても、これはフットに、あ、入れてますね。ということは、それはイグサのお茶ですね。そう、皆さん実はイグサ飲んだり食べたりすることもできるんです。知ってましたか。イグサはね、食物繊維も豊富で抗菌作用も強いと言われております。あ、くれるんですか、ありがとうございます。いや、いただきます。入ってませんね、そんな気はしました。うっそぴょんじゃないんですよ、ちょっと期待を持たせておいて。